北島京は、東京都出身のフリーアナウンサー。静岡第一テレビ元アナウンサーで、現在は、オフィス系ステーション代表。文京区立昭和小学校から、文京区立第一級中学校に通学し、中学の2学年先輩に後に、落語家となる、春風亭小朝がおり、生徒会活動で親しくしていた。クラスメートには、後の作家の横山秀夫がいた。 日本大学第二高校一年時の1972年秋に放送部に入部して文化祭の出し物2個ベスト10で DJ を担当。それを見ていた2学年先輩の伊藤蘭に、あなた、おしゃべり面白いから芸能界でも入ったら良いのに、と褒められ、北島本人もその気になり、おばの知人である。 映画評論家の小森和子に紹介してもらい、2年時の1973年から、日本放送、上野治プロデューサーの下で、ラジオ番組の裏方修行を開始。その2年後の1975年には、秋元康も日本放送での修行を始めている。3年時の1974年には、劇画、愛と誠で、声優デビューするが、 この作品のキャストには、高校時代からの友人で、芸能界デビュー前の岡江久美子がいた。大学入学直前の1975年2月から、ザパンチパンチパンチのパーソナリティに抜擢され、日本大学芸術学部放送学科卒業後の1980年に、静岡第一テレビへアナウンサーとして入社。ズームイン。朝。お三年担当し、徳光和夫からは、 北島少年と呼ばれていた。トゥデイ静岡でもニュースキャスターを3年担当し、ジャンジャンサタデーでは、ミスター・ケイというキャラクターで出演。この時に共演した俳優の柴田京平と、竹中直人に、一緒にコンビを組まないかと勧誘され、特に柴田には、同社食堂、セピアで、約1時間程度口説かれ、当時の里見プロデューサーが心配して、二人の間に、 入ったというエピソードもある。静岡県内で人気者となり、伝説のアナウンサーとなるが、ある時にファンクラブを結成したいという、静岡市立商業高等学校の女子生徒6名が、来社し、取材を受けている中で、北島から来年、実は結婚するんですよ。と公表した際に、その6名が、同社玄関ロビーで、約1時間程度も、大号泣 その模様を、全社員が入れ替わり、立ち替わり覗きに来たり、挙句の果てには、当時の報道制作局長に、北島、会社のために結婚を延期できないものかと言われたことがあった。その後は1985年に28歳で、同局を退社してフリーに転身し、メガトンスポーツトゥデイキャスターを1年務めた後、ボートレース、競輪、 オートレースの優勝戦テレビ中継の実況を多数担当した。この当時、某スポーツ新聞で、西の杉本清東の北島京と取り上げられた。公営競技の各実況では、選手にニックネームをつけたアナウンサーの先駆けで、この時は、選手の形容は、まさにアドリブの天才ぶりを発揮して、公営競技界に革命を起こしたと称された。 ボートレースでは、実況中にオッズを言ったことも元祖であるほか、1994年に、戸田で開催された、笹川賞優勝戦のイントロで、まさに、協定は、水上の格闘技であります。の、水上の格闘技というフレーズが、後の CM のコピーとして使用された。うかなおこに、陰のう姫のニックネームをつけ、1990年に、平和島で開催された。 総理大臣杯では、最終ターンマークを先頭で旋回する、岩口正造に、花のお江戸の水面で舞うか勝利の桜しぶきと表現。競輪では、選手の戦いぶりへの比喩表現として、来たぞ来たぞ、すごい、まさに人間発電所がある。オートレースでは優勝戦前のイントロで、リビングアリーナの皆さん、ご起立くださいが、ファンの流行語になるほどに打ちされ、後に、 藤岡博士とオートレースの CM で共演。海老名緑、千田光雄といった多数のタレントを育てた名プロデューサー。ありがとうございます。